はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。本日もですね、これ一応2回目になるんですけれども、この怨霊というホラーゲームをねプレイさせていただこうと思いまして、だから2回目ということではございますが、最終回ということですね。エンディングまで迎えるという形のね動画ではございますが、まあちょっとね比較的長い動画にはなってると思うんですけれども、まず1回目どういう風なこれゲームだったのかっていうのをねおさらいしたいと思います。まずは主人公はね、なんかこう霊媒師みたいな能力を持ってるんですよ。霊をこう除霊する能力を持っていると。それどうするのかっていうと、こう写真でねカメラをバシャバシャと撮って、そのカメラで撮ることによって霊をこう退散させるというか、蹴散らせることができるという、そういうまあ特殊な能力を持ってるんですね。でそんな主人公にある日封筒がやってまいりましてね、なんとかあのある家のところの霊をなんかちょっとこうどうにかしてくれないかというね話があるわけです。そのなんか地区一帯がね、その家があるためにすごいいっぱいこう変な事件が起こったりとかしちゃうから、とにかくその家で叩いてくれと霊を。それで主人公はまあその家に向かうわけですね。そしたらまあこう家中にねいっぱいこう幽霊みたいな何かが現れてくるわけですよ。そして前回の最後にはね、なんか大柄のね非常に大柄のおじさんが真っ裸というかね上半身裸で追いかけてくると、そういう非常にショッキングな映像を皆さんもお見せしたと思います。今回はねその続きからということで、一応こうなんで霊化してしまったかっていうのにも原因がどうやらあるそうなんです。何かこうこのように未練があって霊っていうのが出てくるなんて言われますから、まあそういったところもね読み物途中で出てきますから、そこでちょっと読み解いていただければと思いますし、最後もちろんエンディングを迎えますからね、一体どういう物語だったのかっていうのをね見ていただければなと思います。では本日の怨霊最終回の動画もどうぞ。旦那さんも決してその遊んでいるわけじゃないわけだからね、そこの部分のこうどこで折り合いをつけるかっていうのは非常にね難しい問題なんでしょうね。こう家庭事情がねどこかで歪みが生じてくるということなんですね。皆さんもぜひ気づけていただきたいですね。なに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 な
おー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 おお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 おトイレにしたらなんかなんとかなったんちゃうかこれ。びっくりしましたね。一体何事かと私は思いましたけれども、これちょっとサビを取ってみましょう今。ちょっと余裕があるときに、はい。これでトイレの鍵になったんじゃないかと私は思うんですが、どうでしょうか。倉庫の鍵。見たことのない倉庫の話をされましたか。ちょっとね左側のゲージが今ないんで左側のゲージ。またお父さんがちょっと待ってくださいねお父さんね。おっしゃ、ちょっと回復しましたんで、こっちの方のなんかお父さんに追いかけられてね、お父さんやと思うんですけど、あんまり見れなかったところらへんを、ゆっくり見ていきたいなと思いますね。これはゲームオーバーっていう概念がないんでしょうかね、もしかするとっていう可能性もなきにしもですが、ここら辺はあんまり見られてなかったような、ほら、気がするんでね。お、これは？あ、ここはでも、あ、違うな。俺が見たとこじゃないな。ん？何？また、君？どこに入ってんの？君はめんどくせえな。ちょっとマジ、おじさんゲームしてるからさ、今。ちょっと毛量増えた？あれ？髪切ってた今日。髪切ってたんちゃうこれほら。めっちゃアイコに見えるわ、お前なんか。なあ。アイコかもしかしてこれ。アイコちゃう。ほら、これアイコやん。ちょっと若い時の背高いアイコやん、これ。なあ。上から花火を見下ろしてーできるやん、じゃあ。なあ。上から花火を見下ろしてーできるわ、やったー、ほら。ひっついとけ、木に。お前カブトムシや。木にひっついとけ、もう。ちょっと待ってね、今おじさんしゃ大切しゃあなあかんこと多いからね、アイコンのライブばっかり見てられへんのな。これは何、倉庫を探してんねんけどね、一応私は。うっ、ん、
このはしごちゃうか。あーなるほど、ナイスナイスナイス。このはしごを取ったわけでかいわ。これでまたなんか行けなかったとこあったでしょ、はしごで。おいもう行くよ、ほなおいさん。あいごもういい、ライブ戦でいいな。よし、あとはこっちは、あここ俺知らん、あ知らんっていうかここ戻ってきてるぞ。ほらこれもなんか分からへんねんな。これこれなんやろ、これなんか置くんちゃうかなと思うんだけど、ここに。この BMX な、この BMX も分からへんねん。このジャンプ台で何すんのかっていう、 X スポーツが分からへんっていう。でこれも分からへんねん。これこれなんかここにずっとこうあんねんけど、多分なんか絵かなんか描けたかったよな、この上のちょぼんとこに刺してこれっていうのは分かったんだけどね。ただ今のところ描けることないから、もうもうだからやっぱ脚立でなんか行かなきゃなんないんでしょうね。あとお札がちょっとどっか見つかればっていうとこ、そこでやっとこうホラーゲーム始まるのかなって感じはしてるから今のとこね。ここかな、この上ちゃうかな。あここやここや、ここに脚立をこう置けへん。あ置けた置けた、ほらほらほら、これでちょっと一応お札持っとこう。あいよいよ来んぞみんな、ほら出てくるんちゃうか、いよいよ幽霊が。うわほら普通に生きよった、上にかまどとか超ナンセンスや。ふっ、ここから出てきたんかも分からん。もうまたこの音、お前さもう見えてんだって、お前もう出てきなさい。もううわっ、なんかうわっ、なんで何人もいんねんお前、めんどくさいな。アイコがもうアイコでしょみたいになってるやん。あテトラポット登っての時のやったやんけ今。あかん、もうグイングインしてる、もうキリないわ。倉庫の鍵2が必要やねんって。ここ入ってみるじゃん。これなんか倉庫の鍵いるんちゃう、これちょっと待ってな、おじさんそれどころちゃうから。倉庫の鍵開けて、あこれ倒さなあかんの、これいちいち倒さなあかんってさ。ほら見てこの時、あテトラポット登ってのとき、お前な、お前距離が近いね、お前は。てっぺん先にらか、お前はな。てっぺん先にら、てっぺん先にらやねん。で、出てるとね、あの曲なに、プロセスの、うせやんうせやん。え、一回死んじゃうとそうなっちゃうの？わお、たまげたねそりゃ。この部屋なんだか落ち着く。どうしてそんなにこもってるんだろうね。マイクあげようか、おじさんが。おじさんマイク開けます、じゃあね、連絡ください。もう何回もねゲームプレイさせてもらってるんだけどね、ずっと彼女声がちょっとこもり気味だからさ、多分スカイプに向いてるマイク使ってんじゃないかなとおじさん思ってんだよね。やっぱりね、そこでこうガッとね、もしかしたら迫力のあるさ声が欲しい時もあるかもしんないね。キャーとかね、今後おじさんが上げといた方がいいでしょう。それはおじさんがもう使わなくなったね、だから戻ってきてるんだよね、これ戻ってきてますよ僕は。言うてくださいね。ちょっとタバコ臭さは否めないですけどね、でもおじさんのマイクはと申し訳ない。それはもしかしたら歯石もついてるかもしれんね。うん、あもうまた来た、お父さん。頑張り屋さんやおじさんなあ、ほんと頑張り屋さんよ。あの人がでもね、嫁さんを苦しめてたのかなっていう話なんでしょ、一応。それはちょっとでもそっちで解決しといてほしいかな。嫁さんもおるし。あら。一瞬ガッツポーズするやろ、ちょっと。まだ戦えます。私まだ戦えますっていう。するやろ。
そこは私評価してるよね。ほら、な、一瞬はそうやってバタバタして戦えます。押していくで。こっからやん。こっからアイコとのあれ来るから、稲妻ロックフェス始まるから、もうこう始まる前に開けられへんか。開けられるやん。あ、稲妻ロックフェス始まる前に開けられてんけど、いいの？アイコもうほんだいい？おじさん行くよ。うん、いいって。おっしゃ。あとこれだいぶラッキーやね。早々にだから動いたら話早う済むってことなんじゃないか。なにここすごい明るいね。あ、文書や。文書8やって。だいぶ飛んだな。許せない。そんな気持ちが私を支配する。何も知らない娘たちは無邪気に笑っている。彼と同じ目で優しいお父さんが大好きだという。え？私はそれすらもう許せなくなり、より彼女らに手を挙げるようになった。傷だらけの体。私が何かを話そうとするたびに怯える二人。それが気に入らなくてより手を挙げる。挙げてから毎回後悔する毎日。でももう自分では止められなかった。彼は娘たちに優しいように見えて、娘たちにあまり関与しようとしなかった。傷だらけなのを知っているかもよくわからない。彼は決して何も言ってこなかった。何があったんだ。全くわかんない。ちょっと文章8っちゃ飛びすぎじゃないか。おじさんだいぶ細かー見てたつもりの2周目だぜ。これ何？未明カプセルやって。何未明カプセルって。何このみ何これミネイ？ミネイなのかミメイなのかわかんないんだけど、これさこっちはミネイになっててさ、こっちは未明になってんだよね。どういうことなんだろう。どっちが何が正しいのかわかんないけど、これミネイだったら俺知ってるやつかもしれないな。俺は何で、ちょっと待って。でもさ、これミネイって皆さんご存知かどうか、私のチャンネルの中で実は4人で1回実況したことがあってね、その4人でお前首どうなってんの、お前首どうなってんの。その4人で実況した時に一緒にあの実況してたやつなんですよ。ミネイっていうやつがいるんですけどね。まあそいつの人かどうかわかんないけど、その人がもし入ってるとするならばよ、もしその人だとするならば、私の名前も入ってるんじゃないかと。これは期待ですね。ワイワイカプセルなんて出てきてどうするよ、みんな。俺絶対それ持って帰ろう。5章を大事にしよう。ほんでほんまに、まあ絶対ないけど。あ、どうやら今調べてみたところによるとね、やっぱりミニっていうのはね、僕と一緒にゲームしてたやつみたいなんだよね。いよいよこうなってくるとね、こっちも死活問題さ。そうでしょ。僕だって頑張ってやってきましたよ。今までからこれもう11年ですよ。ゲーム事業に身を投じてね、一生懸命ゲームやってきました。怖い時もホラーゲームクリアしてきましたし、どんなに難しいゲームがあってもね、なるだけ私の全力で取り掛かってクリアしてきましたよ。どれほどご近所に迷惑をかけてきたか、今まで。な、私がね。何、もうそこ黒くなってんじゃん。ねえ。黒くなってるよ、君。何、見てあげようか。はい。お札が必要。うわ、お札なんか、今さら。そりゃね、ミネイ君が乗るんならね、決してミネイ君をバカにしてるわけじゃないよ。ミネイ君の猫を乗せるぐらいならね、僕の猫も乗せてくれてたっておかしくない。何やねん。うわっ、はいはい、うわっ、なんか、なんか来た、なんか来た、うわー、うわー、うわー、はいはいはい、はいはい、うわー、呼びたい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 、でも呼びたい、呼びたい、呼ばしてくれる。家に戻ってからも、あの声が頭から離れなかった。仕事だと思っていたものは全て嘘だったのだろうか。あの電話も、毎日の残業も、全てが疑わしく思えて、彼を信用できなくなった。家を消しして浮気の証拠を探すと面白いほどに出てきた。なぜ今まで気づかなかったのだろう。離婚も考えた。でも私は専業主婦。彼と別れたところで二人の子供を連れて、浮気をしてたってことなんですね。これ旦那さんがね、すなわち。そりゃね、憎悪の気持ちも変わるよ。しかしね、憎悪の気持ちがにね、変わったとしてもね、やっぱり僕はそれでもね、娘に手を挙げちゃいけないなってそう思うよね。それをね、正当化することっていうのはできないよね。子供には何の罪もないんだからね。まあ、正直どうでもいいけど。
もう向こうからお父さんも来たし、もうお父さんとナマハゲとの生存競争になんか巻き込まれてんだけど。待ってくれよこれ。ちょっとごめん、なんか適当にクランクとか使うてもうたけどさ、アップな。おっしゃ、じゃあ行くか。クランクを私ゲットしましたから、そうクランクでどっかに行くんだと思うんですよね。で最終的にはここを開けるとかそういうことなんじゃなかろうかと思ってるんですけど、今1階にはね本当に2つのねまがまがしいものが生活しているということですから、ここのクランクのスロットをね、あれ、え、1階ポッキリな、1階ポッキリなんやって。でもとにかく2階上がろう、もう分からんから。ん？何この部屋？俺この部屋来たことある？あ、なんかある。あ、文書や。文書5やった。子供が2歳になった。私が言うことに対して全て嫌だという。一人でも大変なのに二人もいるとたまったもんじゃない。とにかく余裕はなかった。何度言っても言い方を変えてもどれだけ工夫しても言うことを聞いてくれない。はじめはこういうものなどだと自分に聞かせて頑張っていた。でも、誰からも助けてはもらえない。私が二人を育てなければと思うものの、ちょっとしたことでも言うことを聞かない二人。私はとうとう手を挙げてしまった。挙げてしまってからはもうハッとガレに帰るなんてことをしてしまったのだと思った。二人は必死に泣くのを耐えていた。謝らなければそう思った時、二人は私が言っていたことをやりだした。あんなに言っても聞かなかったのに、たった一瞬の出来事で私はそれから断る前に手を挙げるようになっていってしまった。なるほどね。まあしつけってのは難しいですよね。まあ暴力が全て良くないっていうのかね、どうせなら分からないですよ。私は教育に対して疎い人間ですから。あ、トイレの鍵ないっす。だけれどもね、やっぱエスカレートしていっちゃった、まずいね。まずね、こっちにトイレあったんじゃないかなと思うんだけど、こうほらこれテーブルの足、あ、テーブルの足、はい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 、結構最初の方のやつやね。もう一個あったと思うねんな、トイレって。そこ行きたいねんけどさ、おじさんが邪魔でさ。どんな声やねんお前。ほで何やねんこの掃除機、耳か。おっしゃ、開けた。うわ何個もある。まずこれハサミ、あーこれ武器や。これは、うわもうカシャカシャなってんねんけど横で。一世一代の大恋愛をしたと思っている。相手は大企業に勤める将来有望なイケメン。当たり前のようにみんなが彼のことを好きになる。私もそれに漏れずみんなと同じように彼のことを好きになった。みんなと違ったのはそれから私も彼とおのことを好きになった。付き合って結婚して双子の女の子を授かって私は誰よりも幸せだと思う。幸せがずっと続くものだと思っていた。まずい、ちょいかい。これ見ようによっては俺も妖怪の一人になってるで。これこの武器を持っちゃうとそう思うねんけど俺は。あ、待って、これで開けるんちゃう？っていうかちょうどの塩梅で愛子がいざなってくれたのでは。よっしゃ、ひるせ。でこうちゃう、これ開けられへん、これ。え、開けられへん、これ。分けられそうな気がするんだけど、ハサミで。俺じゃあハサミ、あ、髪の毛か、髪の毛で、は、あ、あ、き、あ、綺麗ってこと？これハサミで。よっしゃ、ちょっともう分からんけど行けるとこ行こう。ぐるぐる回るもん。ぐるぐる回っておじさんとか回避しつつ、ここよ、ここ、ここ、これ切れへん、これ。ほらチョキ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 で、ほらチョキ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 や。これなんか食らないっていうか、さっきからずっとゴワ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 言うてるけどね、ここ。何ゴワゴワ言うてんのこれ。だいぶゴワついてるよ、音も髪の毛も。どこ、なんでこんなうるさいの、お前近所迷惑でしゃあないやろ、こんなうるさかったら。うわ、ここや、これちゃう、これちゃうんかな。なんかここ鳴ってんねんけどな、音。これでも、ん、もうなんかある、違うか、これ、これが、うわ、うわ、うわ、え、待って、なんか入れてるけど、何もしないで入れたんやけど、なんか何とかしなかねて、これをえ、髪の毛だけ生え続けんのこいつ。切りゃいいんちゃう、じゃあ切る、バラバラにしてさ、焼けば。もうほんでこれが多分アイコってこと、これもな、これがアイコなんかな、っていうことないんやろうな。
今とにかくここにおっても私何もできないんで、一回戻ろうか。あ、わかった。この絵と足の机の足、ああそうか、同じところに使うんだ。はいはいはい、わかったわかった。同じ1階や。ここちゃうかな。ここや。おおおお、ここに、ここのこの奥にね、まずここに絵を描けるんじゃないかなと思うのね。ちょっと見にくいけど、これが絵なんでこうでしょ。そう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 。でさらにこれがこれジャンプ台になってるからこうや、ほら。え、これって何、あの頃を取り戻そうキャンペーンみたいなこと。これそんなことしに来たんじゃないんだけどな、おいさんは。あ、クランクっていちいち取れんのか。なるほど、これはありがたい、いいことした。これでいけるとこ増えるぞ。クランクが開けられるところはなんか外に繋がるような道があって、そこにも使えたはずなんやな。クランクここや。よし、もうちょっと待ってみようね。中途半端な石で待ってみよう。その方が多分おじさんとか引っかからへんと思うから。クランク持っとこう。よし、これで大丈夫でしょう。まあ多分クランク使うとこがあるんじゃないかと俺は思ってたけどね。うわ、もう最悪お前。よっしゃ、おじさん行くよ。もうこっちやろう。ふわー、ちょっとさっき久しぶりに俺びっくりしちゃったんやな。うわ、何あれ、顔出しみたいなやついるやん、ほら。え、違う、あれめっちゃごつい。顔出しみたいなやついるけど。おぉ、あ、ちゃう、石碑や。え、これ、ここまで家なんこれ。すごない？延べ床面積何坪なんていうぐらい広ない、この家じゃ。ん？水、手、洗う？じゃあ、洗おうか。何手洗うって。この有事のサインにか。うわ、開かへんねんけど、大体。うわ、ちょっと待って、俺この上行かなあかんじゃん。うわ、こんな先行き見通せへんとこ、お前、これお前、あれやで。お、うわ、今度は絶対行かへん、社会人やったら。先行き見通せへんもん。え？あれ？これ、戻ってるぞ。あれ？ 2 階に繋がるとかそういうこと？これ。あ、開いてへん。2階に繋がってるっぽいな。クランクはめるところもないし、倉庫の鍵2が必要って言われねえな。倉庫の鍵2をどっかで取らなあかんねんけど、もう、こわ、いけへんかな、これ。こわ、いけるんちゃう、このまま。おっしゃ、押し切れ、押し切れ。うわ、最悪のシチュエーション。おっしゃ、ここクランクあった、こうや。オッケーオッケーオッケー。これが手洗うところ、手洗うところで私が行けなかったところなんですけど、あ、トイレの鍵が必要やって。ナイスナイスナイス。ってことはこれや。これ初めてちゃう。お、なんか手に入れた、クレスト B。 はあ、なるほどね、分かってきたよ、どこに使うのか。ここや、この下以下なんかの手前のところのここら辺にはめるんじゃない、クレスト B。 違う、ほらこれや、 ABC って多分入れていくんちゃうかなと思うね。ほんで本来はここ入ってあかんちゃうかな、俺は。入れへんってことになって、あれガン開くんちゃうかな。おっしゃ、なんだこっちゃわからん、行けるとこ行こう。ごめん、すっかり忘れてたけどさ、この左側に俺が今持ってるこのお札っていうのをね、使うところが、お札を必要とする間があんのよ。それはここなんやけど、ここね、ここお札じゃないといけないらしい。うわ、来た、ほら、いよいよ来るんちゃう、この煙の向こうに。うわ、これはほら、なんか来そうな傷。これはアイコじゃないでしょ、さすがに。お、ん？あ、来た、クイントン・ランページ・ジャクソンや。打倒クイントン・ランページ・ジャクソン。これで鎖を処分できるわけだ。早く会っていたい。 LINE でええやん。ん？え、お、ここ知らんぞ。降りたら上がってこれなくなるって書いてあるけど、何それ、どうしたん急に。謎のこと言われた。あ、なんか読み物ある。文書6。まーちゃん、はーちゃんと呼ぶと来る私の子供たち、可愛くて仕方がない。私はあれ以来母に電話することもなくなっていった。私一人でも育てられると感じられるようになっていた。
今日は久しぶりに家族4人でピクニック。彼もなんとか仕事にキリをつけてくれた。とても天気のいい昼下がり。そんな時、静寂を破るようなピリリリリリという音。彼の携帯だった。彼が慌てて電話に出る。仕事の電話だ。そう言って少し離れる彼。離れたところでなんとなく耳を澄ませる私。こんなとこまで電話してくるなよ。家族で出かけるって言っただろう。小さい声でも少し聞こえる焦った声。わかったって帰ったらな。後輩だろうか。電話を聞く限り仕事のことだと思った。でも最後に彼ははっきりと愛してるよ。そう言って電話を切った。愛してるよっていうことかもしれんやな。でもそれは。今ちょっとごめん忙しい、こっち愛してるよって。お前さ、鬱陶しいな。お前みたいなな、しょうもないやつが浮気なんかするからこんなことなるんちゃうんかって。わがも入れんようなどうの作るの家作りやがってお前。説明するだけ無駄っていう感じ。こういうやつにはもう悪いけど、クズやから、そんなな、お前ならクズやねんからな。なあ、なんでほんでお前はこの部屋にいんねん。お前は未練ないやん、何にもないやん、やるだけやったやん。お前よう大手入れたなっていう感じ、ほんまに。でこれじゃないの、ほら、うん、違うガチャ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 じゃなくてね。嘘やん、絶対これやって。もうまたアイコ出てきたんちゃう。でもまたアイコ出てくんねんって。もうちょ、いや、なんでもいいけど、なんでほんで俺を狙うねん。めっちゃだぞ。いや、もうシャカシャカ言うな。マハゲなんやねん。なら乱入ってことな生ハゲだけは関係なしや。ただただちょっと好きなんだ、そういうのが。で入ってきたってことね。いや、わかるやん。アイゴがその未練がある、この現世に未練があるとかの死に方をしたんかもしれんしな。旦那さんは旦那さんで、その揉めてた張本人というかあれなんやから、それはまあ、じゃあ生ハゲお前はなんやねんって話にならへん。木製のボルトカッター使ったことないからさ、俺みんなと違ってな。ちょっとその木製のボルトカッターに疎いとこあんねん俺。だからわからへんねんな、正直。木製のボルトカッターをみんなはあれやねんやろ、毎日持って行ってるやんか、ポシェットに入れてな。俺はさ、持って行ったことないねん、木製のボルトカッターを。何に使うか分からへんねん、使うたことがないから。なるほど、少し分かった気がするぞ。俺がはめるべきところを間違えてたんじゃないか。私の予測が正しければ、この先私は行って振り向いた時に丸いものを取り外すことができるはず。やっぱりマックスって言われるってことはそうやな。ただね、これ柄が違うんよな。この柄じゃないから違うっていう可能性もあんねんけど。うわー、やっぱ違うな。この柄を多分ここに当てはめるんやと思うね。だからこの柄が取れるんやと思うね。向こうの方にまたあるでしょ、あの丸い石碑。あの石碑とか、こっちにも石碑があるんですけど、これを開けるためにこの丸を使うんだと思うのよね。うわー、どうしようかな。これセーブないからな、このゲーム。いやー、ちょっと離れんなあかんねんけどさ、今パソコン、いやー残念だけど、これはもう、いやー終わるしかないな。ーセーブできひんつうのかな。おはよう。まあなんか途中までしか憧れの家みたいね。え、なんて、うん、あ、まあ途中までしかね、できなかったですけど、なんかどうやらですね、セーブ機能がこのゲームに追加されたということらしいですね。なんで、まあ、ただ私はあんまセーブはね、駆使しないようにしてね、攻略していければいいなと。あ、おはよう。おはよう、アイコ、ほら。あれ？今日化粧のノリ良くない？今日アイコ化粧のよりいいんだけど。うざい。おいで、アイコ。取ってあげるわ。うわ、映える、めっちゃ映える。ほら、アイコ、海、ほら、アイコ見て、アイコ、ほら、アイコ、こっち見て、アイコ見て、ほら、こっち。うわ、映える、消えてほしい。ほんま幽霊って立ち悪いな、逆に考えたら。立ち悪いっていうかな、ただのクズやと思うね、俺幽霊って。思わへん？はっきり言って何かビビってるやん、みんな幽霊っていうものに。ビビってる、こいつらって俺じゃ関係ないねんで。例えばじゃあこの家に、いや、俺がこの家でお前に何か迷惑かけて、お前が俺を呪ってるんやったら、もういいわ。松田今に呪え、俺を。構わん、許す。やけどな、俺、お前に何もしてへんねん。何もしてへん、お前がな。愛子みたいな顔してな。大野くんみたいな顔にも見えるお前がな。
なんで俺を殴んの？違う。だから別にな、怖いとかじゃない、いいわ。みんな認識を変えようぜ、俺らで。ただのクズやって、幽霊なんか。あ、なんか増えてる。あ、そや、これちゃ、これセーブシステムちゃう？ほら、俺はよりセーブせえへんから、ごめんやけど。もうそういう、これな、俺もちょっと見ててん、Steam でなんかこのチラズアートさんのゲームにしてはね、なんかちょっと評判が悪かったよ、このゲーム。なんでやろな、思っててん。なんで苦そうだててんやろ、思って、レビュー見てみてん。まあ、セーブがな、ないねって。すぐ戻るからやって。へへへ。相話なせえよ、お前ほら。死んでまうぞ、お前、相話なしたら。こんなお前、たかだか1時間、2時間が戻るか戻らへんかぐらいの話やろ。30時間同じゲームしたこととかないんかな、じゃあ。彼らは。30時間同じステージをクリアしたこととかないんかな、もしかしたら。あった、見ねえよ、ほら。見ねえ、おはよう。おはよう。あ、どうやったら一番よく見せてあげられる？見ねえの猫の家の猫。これ。ほら。なんでこの瞬間を選んだんやろな、見ねえは、ほんで。ちょっと詳しくコメントで書いといて、見ねえ、それは。な？もっと可愛らしいシーンがあったと思うねん、自分の猫のな。お前ほんまな、なんやねん、やったろかお前な。よっしゃ、みんなもうちょっと我慢やで。そろそろホラー要素かな、俺を襲うから。みんな待ってろ。びっくりしたんだ俺、もう今に、もう今か今かと待ち望んでた。びっくりするなっていうこの欲望な。さあ、どこ行ったか分からんなった。え、このさ、チェーンカッターさ、これなんかやっぱ使うと思うねんけどな。鎖に使うと俺は思ってんねんけど、違うんかな、使えへんかってん前。焼き鳥食いてー。これ何、本でこれ なんか座るとかちゃうの。もうここまで来て頭ぶっ飛んでんねやからさ、お前さ、違う。なんか私は頼まれた、これを私はしないと決めたが、でもするしかないみたいなこと言って頭ぶっ飛んでんやこいつな。そやねんやったらもうな、そこ座ったりして一回食事とかしろ。もうよしけいフードサービスとかに頼んでなんか食材とかもらえ。あ、これクッキングとかしたらやばない、音量クッキング。パラパッ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 パラパッ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 。異性のいい、若い男性の20代男性の生き血をすすります、って言って、生き血のすすり、じゃがいものムース添えっていうやつを作んねん。なあ、ん？この死体をどうにかしないと。この死体どうにかしたいな。でこっから何したらいいか分からんのよな俺。こっから何したらいいか以前分かってないんだよな。なんか今までのところで倉庫2の鍵っていうのが必要やねん。俺もうちょっと見た方がいいんかな、細かく。待てよ、実はこの橋をもう一回取るとかあるんちゃうかな。あ、だってこれ橋ごってさ出す必要なくない今っていうこと考えたら、これありうるぞ。ちょっと待って、一回外出て、この休憩ゾーンかなんかに適当に置いとこうか。クランク今一旦置いとくわ。で、あのはしごを俺取りに行くわ。オッケー、取った。これ絶対なんか使うぞ。外か、外にこのはしご持っていくんか。やったらわからんでもないな、まあ、なるだけ確認しといて上を。これは降りたら上がれなくなる。あ、ここや、来た、初めて来た。ナイス、倉庫2の鍵や。そして言霊や、言霊。これはいいぞ。ちょっと待てよ、これの登る、はい、よし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 、そういうことか。ここか、ここが俺解けてへんかったやん。で、倉庫2の鍵はだいぶでかいわ。これを手に入れることによって行けるエリアが2個は増えるから。ここらへん、よっしゃ、あった、倉庫2の鍵来ました。ついに倉庫2の鍵で、まずこれ読んでみましょう。文章9、まーちゃん、はーちゃんの15歳の誕生日だと。誕生日はいつも家族全員で集まってパーティーをすることになっている。この日だけはできる限り心を落ち着かせ、絶対に手を挙げないと自分で決めている。昨日の夜、
彼は誕生日には早く帰ると言ってくれた。二人ともとても楽しみにしているよ。浮気をしている彼だったとしてもこんな日はそんなことは考えずに楽しめる。だが彼はなかなか帰ってこない。誕生日の日はもう帰ってきていてもおかしくない。待ち始めてから1時間半は経った。先に料理を食べることにする。食べ終わっても彼はまだ帰ってこない。ケーキも先に食べてしまうことに。とうとう娘たちはすごく落ち込んだ顔をしたまま眠りについた。まあそれが仕事じゃないんならね、確かによろしくないことだけどね。何これは、クッキーモンスターの皮膚ですか、かなんかありますけど。うわあ、なんかここ いっぱい調べられそうで、これやダメダメあげないよ。僕の大切なおもちゃなんだ。うん、そんなに欲しかったらこれよりいいもの持ってこい。なるほどね。どこで使うわけだこれを。木製のボルト買ってあげるわ。ほな、なんてこれだ、これ、この紙心地、前のよりこっちの方がいい。ありがとう。あれ生きてるってことでいいの、とにかく。あれ生きてるってことでいいのね。すごいよね、世界観急に。ちょっとびっくりしちゃうよね。これ倉庫にの鍵俺持ってるから、倉庫にの鍵今持ってる。おっしゃ、これ向こう側も行けんね。ここあかん、キョッタアイコ、あかん、テトラポット登ってる。あー、テトラポット登って、おっしゃ、ここにクランク、あー、クランク俺持ってきてないのに、やばい、いやばいやばい、危ない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 、これまずい、これまずい、これ死んだ、俺シャレならんぞ、一からやぞ俺、お前やっぱ、やった、危ない危ない、やっぱ、ちょっと待って、これまずいな。一匹、とにかく一匹下のやつ撃破するしかない、下のアイコ。あかん、俺一発食らったら死ぬからさ、もう。おっしゃ、行っちゃいこう、まだ。おっしゃ、やっぱどこ、どこ、あ、これ、俺、死んだんかっていうことなんかな。いた、なに、え、違う、ここセーフゾーンやで、アイコ。ごめん、むちゃくちゃしたらあかんわ。なんでここ飛んだか、それ おじさんもわからへんよ。おじさんもわからへんけどな、アイコ。ほんま、アイコ消えへんなってんけど。どうしよう。大丈夫、アイコ。どうしよう。かわいそうやねんけど、ちょっとほら、アイコ。あ、これ、アイコ、これ、あげるわ。これ、はい、これ。これ、倉庫の鍵あげる、アイコ。俺いらんから。このショットはこのショットで怖いねんけどな。逆に。アイコはここにいるからずっと。で、この上におんねんけど、下の、チェーンかかったところをまず潰させてもらおう。で、アイコのいた部屋も、やっぱ、もう一回見回ろう。ここや。ここに、来てる？来てないな。ここに、この、オッケー、初めて。サラ B。めっちゃマックス多いな。ちょっとでも確認だけはしたいよな。え、俺倉庫の鍵。あかん、ちょ待って、アイコに俺倉庫の鍵2の方やってるわ。あかん、アイコにちょっと返してもらわなあかん。このサラビーの見せ方やない。普通こういう風に、このサラビーの見せ方やばない、ちょっと。すごい暴れてるやん。元気やな。サラってここか、もしかして。ここや。お、これ置いたことによって、なんか変わってるとかない？ないね。ちょ、ごめん、アイコ。アイコさ、これ、こう、ごめん、もうていい？倉庫の鍵、あ、倉庫の鍵1やってん。俺があげたかったんだ。もう今持ってないやろ？おっしゃ。これでアイコと戦ったゾーンなんですけど、ここにクランクが必要やったから、まずこのクランクをはめると。ここどうなる？どっか開いたんか、これで。どっか開いたっぽいな。おっしゃ、あとここや。クレスト B。これね、クレスト B っていうか、トイレの鍵と倉庫の鍵もいらんのちゃうかなと思うね。まあ、トイレの鍵をまず捨てといて、クレスト B もらいましょう。ね。これで、あとはこれを駆使して、なんとか俺は、下のところをクリアしていけるはずなんだけど、さ、あとは、このボルトカッターをどこで使うか。あと一回多分どっかで使うっていう。ことなんやったと思うね。どっか忘れたよな、もうボルトカッターの使う場所を。
俺もう当分は絶対頭からアイコの曲離れへんと思うもんな。今カラオケ行ったら何歌うって言われて俺間違いなく答えんのが、この部屋知ってる？俺この部屋知らん。あ、違う、ここ開けたんや俺。1階からの多分、うわ何これ、枕見て、ほら枕じゃんか、これ敷布団かな。せめえ、なんかあるはずや。なんもないわけないもん。あ、これや、これほら使った、これでクランクのスロットやって、このとこにクランクのスロット用意されています。これを開けることによってなんか出てくるんじゃない。サラシー、ほらサラシー来たやろ。このサラシーも下に入れていきたいし、どっかクランクが開いたから、さらにどっかドア開いたんで、ここにね、これほら、これかかってたんよ。これを多分1階のなんかクランク回すことによって俺あれしたんや、解除したんやと思うから。もうほんまあのおじさんうざいよな、ああいうやつがな、煽り運転とかすんの。ほんで煽り運転ってほんま怖いよな、めっちゃあの煽られたことある、みんな煽り運転。やっぱ田舎のさ、山道とかやったらこう速いやつが出てくんねん。めっちゃ怖いよな、煽り運転とか。降りてこいよと思うもん、もう。いた。オッケー。ここや。よし。サラ C。サラ A があるはずやな。あとサラ A と、で、クランクどっか開けたから、それがどっか反映されてるはずやねんけど。おっしゃ。俺、およそ山間張った、今。多分ここら辺におじさんいるけど、もうおじさんいんのお構いなしで、そう、向こうずーっと行ききんねん。向こうずーっと行ききったら、あの、死体安置所みたいなとこあるから。まだいんのほんで、お前。何してんねん、お前、ここで。ここはお前の家か。あ、そうや。これは何なの？こいつがわからへんねんけど。こいつは、家の人じゃないやろ？なあ。アイコ、あれ誰？アイコ、あれ。アイコは、アイコはいつも入ってこようとしてるで、アイコのとこに。お前、いや、モテんな！やっぱアイコ。キラキラしてるわ、やっぱ。アイコ。夏の星座にぶら下がって、下がってやな。すごいな、そんなんできんのアイコだけやもん、絶対。おっしゃ。これや、俺が探したボルト買った。おっしゃ、サラエ、来た。もう、これは、一つなぎやろ。こいつもちょっとびっくりしてるな。向かってくんねや。よし。で、こうや。なになに、あ、来た、クレスト A。 ちょっと待てよ、話が違うぞ。クレスト A、 いや、違う。この柄見てみんな、クレスト A のこの柄。この柄は外や。これはめ込むんちゃうわ。これはめ込んで、あの暗地上にはめ込んでいくんじゃない。外にはめ込んだら多分道が開けんねや。お、もう一波乱来るんちゃう。ここやで、絶対ここや。ここにはめるんちゃう？ほらー、来たわ。ついに来たで、みんな。万が一の場合はボルトカッターで始末するわ。うーわー、なにここ、またなんかはめ込みたいになってんねんけど。あ、これクロス B や、クロス B やんな、これ。え、なんかあんねんけど。あ、ここに。こうや。これで帰りは帰りで、これ取って、あ、ここで帰らなあかんねん、絶対。なんかそういうふうな、うわ、これ追いかけられるんちゃうか、ついに。いやー、いよいよ来ましたね。ホラーゲームらしい展開になってきましたよ。ん？もうなんやねん、また取ってこなあかんのかいな。はいはいはい。ここで一点、パズルゲームの様相やわ、みんな。これ、一回こっち側にはめて、こっち側開けて、ほんで、ここのクレストをこれ取ります、ここ閉まりますけど、こっち開いてますみたいな、そういう様相。で、ここにガッとはめ込んで、こっちに行けるようになりました。鍵刺さってます。絶対なんか起こる。うわ、取っていい？これ。謎の鍵。うわ！え？なんもない？こっちは？あ、これなんかある。うわ、鳴らせって言うてんの。そんな絶対鳴らしたらあかんやん。絶対来るやん、鳴らしたら。何考えてんのお前。わからん、やりたいことがわからん。あ、これ、やんねん。え、ごめんな、やれへんなった。
え、こう鐘を鳴らす拍手。え、これもう正しくやっていいじゃん。ただ正しくやるで。まず礼やん。礼した。はい。で、え、2礼2拍1礼ちゃうかったっけな。あ、これで、え、ちょっともう一回やらして。まず礼するやろ。これ拍手すんねん。拍手っていうか、これ200 なんでやねん。え、礼して礼してパンパン礼してちゃうの。え、礼して拍手して鐘を鳴らす。うわ、ブップってなってんけど、もうそんなむちゃくちゃされたな。礼して拍手して礼し、なんやねん。礼して拍手して拍手、礼して拍手して鐘を鳴らす。なんやねん。鐘を鳴らして礼して拍手。え、鐘を鳴らして礼して礼して礼して鐘を鳴らして拍手して、礼して鐘を鳴らして礼して鐘を鳴らして鐘を鳴らして、なんでやねん。礼して、じゃあ鐘を鳴らして、鐘を鳴らして拍手して礼して、なんやねんその順番は。わからんわ。よっしゃ、とった。なんでやねんっていう感じ。まずまさに物が多すぎるわ。ここに来てもういらんかな、ボルトカッター。うわ、ここで俺肝心要のボルトカッター。でも今はあるもんな。もうクランクも動かしとこうか。俺でも言うでも今持ってるから、あのお払いの棒。ファッファッファッってないんだよこれちゃうの。ファッファッファッ、こっちに行けそうな気がするんだけど、ここはん。あ、これなんか、あ、なんかあった。なんかが書いてある紙やって、おせえ。よっしゃ。ほんでどこに使うかわからへん鍵と、ほんで大ぬささんって手に入れたけど、え、でも行ってないとこってもうあのアンチ場だけなんちゃうかなと思うねんな。だからアンチ場のドアを開けるんかな。一応なんか普通に通れてるけど、俺これをほんまは使って通らなあかんのちゃうんかな。こっちね、これ違う、あ、違うか、違うな。かといってここに鍵なんか必要なとこないしな。あれ、じゃあどこあんのか鍵使うとこ。いや、ちょ待って、そもそもこれ使ってみよう。大ぬささんでこれなんか攻撃するとかできひん。これほら、これや。お祓いをする。なに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 、何の音、何の音、どうしたらいいの。もうこれほっといていいのこいつ。え、ごめん、俺クレストとか全然はめ込んでへんねんけどさ、やっぱ BGM が超不穏やねんけど。ちょ、会いに帰ろうかな俺。な、うわ、開かへんねんけど。なんかなんで、え、どういうこと。え、なんか背中開いちゃう。うわ、なんか見えへんかった今。今なんか見えてるな。うわうわ、待て、うわ、なんか見えたけど。うわうわうわ、音がまずい、音がまずい。ムカデを彷彿とさせるこの音がまずいわ。あーか、タイミングわからんし、怖い。普通に怖い。いや、やって。おっしゃ、うわーって一発や。やっぱめっちゃ怖いねんけど。普通になんか道中調子乗って怖いのくるんちゃんとか言うてたけどさ、ほんまに一番あかんタイプ。あれ、音絡めないとめっちゃ無理やねん。ちょっと、あ、もう音がほんままずいこれ。あ、やったやんて。いや、ちょっと待って、当たり判定がわからん。当たり判定、おっしゃ、なるほど。ちょっと後ろに進まなあかん。うわ、これお前しかましかやぞ。お前こんなとこで俺最後まで、最初からやらなあかんやぞお前。分かった、引き込み方はでも分かった。まずこうなったらここら辺で後ろに行ける余分を残してこうする。で、こう、うん、来る、こう、おっしゃ。うわ、まだや、最悪や。全く体力もないし、みんなが聞いてるより俺めっちゃ音でかいね、耳の。うわ、あれ、なんか違うやついる。うん、歩き方が非常に聞こえ、非常に聞こえやついる。何こいつ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。何、
ちょっと待って、もう今日です、取り話がただよっしゃ、2回目よ、おっしゃ、倒した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 やろ、ちょっと一回出さして、もう死ぬね俺、まだや、危ない、赤へんまだ、もうちょ冷静に行こう、ガーッ、びっくりした、あーびっくりした、冷静に行こう、冷静に、マジ一発からしよう、よしよし、一つ一つ、いやもうマジでこっから一番最初までやり直すか絶対無理やから、これ絶対俺最後のボスやと思ってるから、もうここで決めたい、やった？うっ！え？あの女の霊を倒すと霊たちは消え、皆消えてしまっていた。そしてこの町を取り巻く不気味な霊力は去っていた。最初からそんなものはいなかったかのように、霊退治の後はいつもこんな感じだ。今までの経験からすると、これで今回のような悪質な事件が少なくなるに違いない。ふと私は気になって、その夜家に帰ってもう一度封筒を確認した。やはり差出人の名前は書いていない。しかし封筒に顔を近づけてみると、かすかになんだか馴染みのある香りがした。少し考えた後、ゆずだと思った。誰が何の目的で私に手紙を送ってきたのだろう。この手紙の差出人はあの家族と一体どんな関わりが、この人はどうやって私のことを知ったんだ。考えれば考えるほどわからなくなるばかりだった。でユースっていうのは何なんだ、どういうことな、なんかユースっぽいことありましたっけ。ちょっとごめんなさい、わからないし、クレスト C 集まってないんですけど。さあ、ということでいかがだったでしょうか。本日プレイいたしました怨霊というゲームでございますね。なんとかまあセーブなしでクリアすることはできましたけれども、どうやらですね、調べてみると、このゲームには2つのエンディングがあるということみたいなんですね。おそらく最後に出てきた、ちょっとよくわからなかったユズの香りとかね、そういうものが何かその2つ目のエンディングに関わってくるんじゃないか。おそらく最後に私がボスを倒しましたけど、その直前あたりで、何かアイテムをもうちょっと集めるとか、そういったことによって分岐があったのではないかと思ってるんですけどね。ぜひ、まあそれが気になるなっていう方はね、このチラズアートさんの新作怨霊というゲームをね、プレイしていただければなというふうに思いますね。まあこれ何回も言ってることですけど、このチラズアートさんはね、比較的こう短期間に、だから1ヶ月2ヶ月のペースに1個の短編のホラーゲームを作られる、そういった会社というかね、チームなんですけれども、もうどうやらですね、次の、作品にも取り掛かっているということで、だいぶねふっかるなんですよ。これはまたね、一度いつになるかっていうの詳しいところはまだ分かりませんけれども、その時出た時にはねプレイさせていただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた違った動画や違ったシリーズでお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。